はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、前髪の量をカットなしで調節する方法をご紹介します。前髪の量ってね、髪質によってだったりとかですごく多く見えたりとか、あとは少なく見えたりとかで、バランスの取り方って結構難しいですよね。今日は量が多い方が少なく見せる方法で、少ない方が多く見せる方法についてご紹介します。多分ね、他の動画だったりとかで、こう髪の毛のね、量が、前髪の量が多い方で、少なく見せてシースルーにする。こういった方法って結構見る場合結構多いかもしれないんですけど、少ない方が量を多く見せる方法ってあんまりないかなと思いますので、まあ、そこもね、しっかりとご説明していきますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずは髪の毛の量ね、前髪の量が多い方が少なく見せる方法なんですけど、癖がある方だったりとかね、ちょっと丸みがこう出やすい方に関しては、こういったストレートアイロンで、このうねってる部分をとにかくまっすぐ伸ばすことによって、髪の毛にね、丸みがあるとやっぱりボリュームが出てるように見えるので、ちょっと伸ばして髪の毛のね、量を落ち着かせると、ちょっとすっきり見えて髪の毛が少なく見えます。その後に、まあ、前髪をね、こう見た時に、やっぱりね、髪の毛の厚みが多いので、この表面の部分、このね、表面の部分、前髪を横に分けちゃう。そうすることによって、髪の毛にね、薄さが出ます。で、この時の分け方なんですけれども、こういったね、このアメピンのスモールピンっていうものを使っていきます。コンビニとかでも売ってます。これで、このまままっすぐ分け目をこう取っちゃってもいいんですけど、人によってはちょっとここが薄く見えたりもしやすくなるかなと思うので、できればこのアメピンでちょっとね、こうジグザグ取ってあげる。ちょっとね、分け目をぼかすような感じで、もう少しだけでいいんで、ちょっとね、まばらにするみたいなイメージで取ってあげます。で、このね、前髪があって、この前髪の一番表面の部分を取っていくんですけど、取った時に、分けた時に前髪のバランス、この隙間のバランスを見ながら取り分けてください。で、これをね、自分の中で、あ、これぐらいが程よいなっていうぐらいのバランスで取り分けて、まあ、今回はちょっとこのぐらいの薄さにしておきます。表面の部分の短い前髪の部分ですね、これをこの髪の毛の中に持ってきます。この表面の髪の毛でここを隠せるような、前髪を隠せるような感じで持ってきてあげる。前髪を、まあ、横に持ってきて、内側に持ってくるような感じですね。で、ここでアメピンを止めてやる。こんな感じで、この表面の部分を髪の毛を持ってくると、で、ここら辺がね、ちょっと分け目が出やすかったりもするので、少しね、ちょっとこう膨らみを出して分け目をぼかしてあげる。そうすることによって結構自然に見えます。反対側も同様に、まあ、大体的にこうなってね、この内側に持ってきて、アメピンで中で止めておく。で、上から髪の毛を下ろして、で、このね、部分を少しだけ緩みを持たせてなじませていく。で、ヘアオイルを手になじませて、残っている毛先をこうつまみながらオイルをつけていく。そうすることによってね、より自然な前髪が作れて、ちょっとね、薄い感じに見えてくれるかなと思います。まあ、こんな感じでね、まあ、シースルっぽい前髪ができました。じゃあ次に、前髪の量が少ない方をボリュームがあるような前髪に見せる方法についてご紹介します。前髪の量が少ない方が、まっすぐ、髪の毛がまっすぐすぎると、結構ペタッとして、ボリュームアップに見えません。ボリュームダウンに見えちゃいます。なので、何を使うかって言ったら、こういったカーラーだったり、アイロンだったりを使っていきます。基本的にやることなんですけど、丸みをつける。まあ、そうすることによってね、髪の毛の厚みが出ます。なので、まあ、こういったカーラーをね、前髪付近に取って、このカーラーとかだったらね、こう挟んでくるくるくるっと丸みをつける。こうすることによって毛先の丸み、あと根元の部分の立ち上がりも出やすくなるので、少しふんわりしやすくなってボリュームアップに見えます。なので、まずこういう風にして丸みをつけていきます。
この状態で自然放置で5分ぐらい置いても大丈夫ですし、お時間がない方に関してはドライヤーの弱風を使って温めていきます。温まったら次に冷風を入れていきます。で、入れ終わったら外していきます。そうするとね、こんな感じで丸みが出るので、櫛だったりとかで溶かしていきます。そうするとどうですかね、さっきよりも少しボリュームがあって少し厚みが出ませんか。そうするとどうですかね、横から見た感じ結構丸みが出てふんわりしてます。次はアイロンでやるバージョンで、前髪を取ってアイロンで中間から丸みをつけていきます。で、丸みをつけた後はこの状態でちょっと時間を置いてください。そうすることによってね、結構丸みでキープされやすいので、すぐにほぐさないようにしておいてください。だいたいね、真ん中サイドで3ブロックぐらいに分けて巻いてあげると結構バランスが綺麗になります。で、巻き終わったら櫛で溶かして横から見るとこんな感じの丸みが出てます。前から見てもこんな感じの自然な感じです。はい、こんな感じでね、ご紹介させていただきました。で、量が多い方が少なく見せる方法に関しては、癖がある方は癖を伸ばす、まっすぐすることによってボリュームが収まります。前髪をね、こう量が多い方は横に分けてピンで留めておく。で、その際にね、薄くなるバランスは自分で調節してみてください。最後にね、こうオイルだったりとかで、ね、毛束感を作るとより、少なく見えますので、その方法もご参考になさってみてください。前髪の量が少ない方に関しては丸みをつける、これがポイントになります。なので、こういったね、マジックカーラーとかでくるくるっと巻いて根元と毛先に丸みをつける、まあ、根元は立ち上げて毛先を丸みをつけるっていう感じですね。あとはコテで、毛先を丸みをつける。そうすることによってボリューム感が出てふんわりとした前髪が出来上がります。最後はね、オイルとかではなくて、できればね、こういったスプレーとかをつけてあげてキープをしてあげる。そうすることによってね、一日前髪がしっかりとね、同じような形でキープできますので、ぜひ参考にしてみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような、動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。